反転フラップ式案内表示器による便名の案内航空機の便名あるいはフライトナンバーとは飛行ごとに割り当てられる番号で航空会社、日付、便名が分かればフライトを1位に特定することができる。機体記号とは別のものだが両者とも否定機航空便として運航する航空機の識別番号として利用することができる。 同日中に一機で複数のフライトを担当することも、あれば、同便名のフライトでも翌日以降には別の機で運行することもあり、必ずしも便名と機体式別番号が1対1に対応しているわけではない。便名の振り方には一応の指針があるものの、航空会社により割り当て方はまちまちである。国際線では、基本的に東行き、北行きのフライトには、偶数が、 西行き、南行きのフライトには、奇数が割り当てられる。航空会社によっては、国外へ向かうフライトに奇数を、国内へ戻ってくるフライトにその次の偶数を振る、こともある。同日中に、複数のフライトがある場合には、正順に振ることが多い。例えばその日の1便名に101、折り返しの便に102を割り当て、次の往復には、往路が103。 袋が104という具合に便名を振る。一方、国内線では例えば、羽田発着を基準に考えた場合、羽田発便を降り便として、奇数、羽田機便を上り便として偶数が振られる。3桁以内の便名は、一般に長距離便や当該航空会社の機関となるフライトに割り当てられる。特に、フライトナンバー1は、航空会社の看板便に割り当てられることが多い。 例えば王子のブリティッシュエアウェイズ1便は、ロンドン発ニューヨーク業の早朝のコンコルド発、ニューヨーク業に割り当て、ニュージーランド航空1便は、ロンドン発ロサンゼルス経由オークランド業に、LR 航空の1便は、テルアビブ発ニューヨーク業の夜行便に振られている。日本の航空会社においては例えば、日本航空の場合は、サンフランシスコ東京線に1便2便が振られている。 2020年3月28日までは、全日本空輸においてもワシントン DC、東京線に1便2便が振られていたが、2020年3月29日以降、同フライトの東京側の発着空港を成田から、羽田へ変更したことに伴い、便名も101便102便に変更された。一般的に4桁の便名で、1000から4000番台は、子会社の担当する、地方便、 5000番以上は別会社の運行するコードシェア便や航空便として運行される高速列車に振られる。9000番以上は回送便に回されることが多い。上一桁が8のフライトはチャーター便のことが多いが航空会社により別の番号を使うこともある。過去に事故を起こしたフライトの便名は欠番にすることが多い。アラスカ航空六十一便は墜落事故以降 295便に改版されている。アメリカン航空77便は、ワシントン DC ダレス国際空港からロサンゼルス国際空港行きの定期便であったが、アメリカ同時多発テロ事件で、テロに用いられて、以降149便に改められている。普段、フライトナンバーと呼ばれているのは、実際には、国際航空運送協会フライトスケジュール。 調整委員会発行の飛行スケジュールの手引きで定められたフライトコードにあたる。正式にはフライトナンバーはフライトコードのうち4桁以外の番号の部分を指す。例えば BA2490、BA2491A のうち正式にフライトナンバーにあたるのは2490と2491の部分で BA2490。BA BA-2491A 自体はフライトコードである。しかし航空業界内や空港関係者内でもフライトナンバーをフライトコードの意味で使うことが多い。フライトナンバーは宇宙船にも付けられることがある。ただし再利用を想定していないロケットのようなものについてはフライトナンバーというよりは製造番号と呼ぶ方が的確である。スペースシャトルの打ち上げには STS を頭につけたフライトナンバー。例えば STS-47 などがつけられる。ありがとうございます。